スノーマン目黒蓮、自身のファンへメッセージ、幸せでいてね変わらない思い明かす。スノーマンの目黒蓮が18日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。自身のファンへメッセージを送った。目黒蓮、自身のファンへメッセージ、幸せでいてね。15日に放送されたフジテレビ系僕らの時代、毎週日曜朝7時にて、結婚願望を明かした目黒。その中で、僕も一人の人間なんでやっぱり結婚はしたいし家庭を持ちたいっていう気持ちがあるから、応援してくださる方たちは幸せを僕だけで感じてて欲しくない。僕は二の次で、僕以外のものや人で一番に幸せを感じてて欲しくて、僕はないと悲しい、っていう存在じゃなくて、あったらいいな、って思われるような存在でいたいとファンの中での自身の存在の理想を語っていた。この持論に一部のネット上では、目黒の考えを否定する意見も。ストーリーズで目黒は俺のファンへないと悲しいじゃなくてあったらいいなで入れたらなって変わらず思うよ幸せでいてね笑っててねとメッセージ。